どうもー。さあ始まりました、ジョイナー前夜祭ですね。先ほどまでリハをやってました。バンドの皆さんと一緒に明日のライブに向けてがっつりもうリハをしてきましたので、もうあとはね明日頑張るだけっていう感じなんですけれども、今日はですね、まあいつも自宅から結構ね配信してるんですけれども、明日のライブを開催してくれる会社さんのまあスタジオをお借りしてまして、見たことある人はいるかもしれないですけどね、結構よく見る背景なんで、ガクトモチャンネルとかでよく見る背景だと思うんですけども、あそこです、あのスタジオです。去年あれですね、ジョインともここでやりましたね。ここの部屋はあれかな、アコースティックバージョンの、曲をね、ノイズとかをやったところですね。そこに今つけを置いて、そこから今配信してますけれども、見えてますか皆さん。あ、こんばんは。コメントもね見えてますんで、ぜひぜひ、コメント送っていただけると。そうなんですよ、やっぱ違いますよ、照明があってね。普段僕ね、グリーンバックでこうやってますけども、ちゃんと照明があってカメラもいいやつなんでね、全然ちょいちょい借りようかなここから寺島純太スタジオの配信やろうかな。やっぱ家だとねどうしてもなんか暗くなっちゃうんですよね。僕ウェブカメラたまにつけたりするんですけどね、結構今明るくなっていいですよね。はい、ということで今日はですね、まあ、前夜祭ということで、明日ですね会場で、販売されるグッズですねっていうものが今現物がこちらに、用意していただいたんで、そちらをねちょっと皆さんと一緒に見ていこうと、まあ、検品も兼ねて最終チェック検品を兼ねてやります。たまにあるんですよね、まあまあまあ普通にグッズとしてね何かこうできましたっていうのをサンプルでもらったりすると、名前のアルファベットが間違えてたりとか、あとその微妙にそのなんだ日付が間違ってたりとか、2022年のはずなのに2020年になってたとかで、あーえらいこっちゃみたいなのね結構あったり、あと僕で言ったらこうジュンタのねアルファベット、JUNTA なんですけども、なんかそれがジュタとかになってたりとか、N が抜けちゃったとかね結構あるんで、今日は検品も兼ねて皆さんと一緒にやっていこうと思います。なかなかないですよね、ライブ前夜に来てくださる皆さんと一緒に配信でグッズの検品をするっていうのをちょっと新しい試みでやっていこうと思います。じゃあまず、じゃあ画面にね、グッズの詳細が多分出ると思うんですけれども、ジョイナーのグッズ紹介しましょう。まずはこちらですね、T シャツですね、はい、じゃだーんと、はい、こちらですね。これが、今回このジョイナーのね、ライブに合わせて僕がラフスケッチをバーッと描いて、それをプロのデザイナーさんが描き起こしてくれたこのね、ソウル2の時に僕玉塩くんという、魂と塩をかけたキャラを勝手に独自に編み出して、それを結構描いたりしてたんですけども、それに、このフラッグですね、今回ジョイナーっていう旗がテーマになっているので、まあ、みんなと一緒にね大きい旗を振ってこう掲げてっていう意味合いも込めて玉塩くんが旗を持ってくれてますね。かわいいですね。文字はジュンタ・テラ・シマ・ジョイナ。大丈夫でした、はい、はい、検品 OK です、チェック抜けましたね。逆にこれでちょっとミス見つかったらこれ結構衝撃の配信になるよあーみたいな、これ間違ってませんかこれ G みたいな、ちょっと明日のグッズちょっと今回収みたいな一晩でどうにかなるかみたいな、おいちょっと一晩でなんとかなるやつかこれみたいなね、大変なことになっちゃうけど、はい、じゃあ続いて、じゃあポーチでございますね、はい、これも同じくこのフラッグを持った玉塩くんが書いてありますね。これ結構いいっすね、あ、いいこれ結構ね、いろいろ持ち歩くものが年々やっぱ増えまして、コンタクトレンズとかもね、今日はまあ裸眼なんですけどつけたりとか、あとメガネとかも今外してるじゃないですか、メガネねここにあるんですけど、こういうのやっぱ仕事で外した時になんかこう物を入れなきゃみたいな時にちょっとしたポーチ欲しいんですよね。これちょうどねメガネも入る、結構まだいい、メガネ入れてかなり余裕あるね、メガネね、メガネ7本ぐらい入る、7メガネです、だいたい容量は7メガネです、これはこれいいね。
あとモバイルバッテリーとかも入るんじゃないかな。僕今使ってるモバイルバッテリーがこれのね、アンカーのやつなんですけど、これ多分入りますね。アンカーのモバイルバッテリーが入る。あ、これ嬉しい。これ僕もね、あの現物今初めて手に取ってるんですけど、このサイズのモバイルバッテリー入るのいいですね。モバイルバッテリーとあとその充電ケーブルとかも全然余裕で入りますね。これ今僕が使ってるね、これ充電ケーブルなんですけど、これ巻き取り式、これ便利ですね。これ、あ、これはグッズじゃないですこれは Amazon で買ったやつなんですけど、これも入って、さらにメガネも入ると。メガネも入ると。モバイ1バッテリー1メガネが入るぐらいのサイズですね。これはもう使い方が無限でだ。よし、いっぱいいろんなもん入れようなみんな。よし、これもね、色もなんか使いやすいカラーですしね。玉城くん可愛いんで、これぜひぜひお手に取ってみてください。じゃあ続いて、ジョイナーペンライト、はい、こちらなんとですね、あ、まだね、あれだ、電池が取ってない。 OK、 たったら、これ、あ、色見えるかな。今ね、ちょっとオレンジっぽく、ちょっと照明が強すぎてあれかもしれないけど、今ね、あ、ほんのり見えるな。今ね、ちょっとオレンジっぽい、これが、わかんないけどちょっと紫っぽい、これちょっとピンク、これショッキングピンク、いや、もうピンク系多いな。あ、これ紫、薄紫、青、変化がわからん。これは見てのお楽しみだねこれ今照明強いからライトが、あ、一瞬消します、電気。あ、電気消します、一瞬。お、いける。あ、これ、あ、これいけるじゃん。これで、これ今ほんのり見えるかな、これ紫、水色で、これ濃い青、これがほんのり薄い紫。でも紫系多いね、紫系めっちゃ多い。あ、これ暖色だ、これね、オレンジ。ああ、ありがとうございます。見えた見えた見えた、これオレンジ、これ赤もある、これ赤ですね、これね。で、白っぽいのかな、これ。うん、白、ピンク、ちょっと濃いピンク、かなり濃いピンクで、あ、でも綺麗、これこれめっちゃ綺麗、この辺の色めっちゃ綺麗。そう、これね、いろいろ12色かな全部で、つくので、当日はですね、これを、ご購入いただいた方はですね、ライブでこれも早速使えますので、なんかいい、何これ、何この色合いの画角、エモいな、こういう YouTube 見るな、なんかおしゃれ系 YouTuber のなんかこう、あの Vlog、 Vlog 大体こうぐらいの色味じゃないですかね、いいよね。 Vlog ここで撮ろうかな、家感あるんで、この背景もね、手伝って。でもしね、あの配信とかでね、お家で僕のライブ明日見られる方もですね、いろんなペンライト、皆さんね、いろいろお持ちでしょうからね、そのペンライトこうね、画面に向かってこうやって振っていただきたいと思います。はい、これが、ジョイナーペンライトでございましたあったかみのある色になったあー、なんか面白い、照明でこんな変わるんだ、おもろいですね。はい、じゃあ続いて、あ、この色味でやろう、いいね、これ。じゃあ続いてですね、こちらブロマイドがありますね。で、ブロマイドが、ジョイの文字ですね、 JOY とね、セットが分かれております。で、1セットにつき、こちら4枚入ってんのかな、うん、あ、5枚だ、1セットにつき、あ、4枚入ってた、4枚、1セットにつき4枚入ってますね。じゃあまずは、J からいくか。まあね、全部のちょっと写真はお見せできないんですけども、買ってみてのお楽しみということなんですけど、じゃあまず J セット、 J セットはこ、あ、これこれ、こ、あ、え、わ、すごいな、すっごい格好つけてるな、すっごい格好つけてる、チラッとね、チラッ、あー、格好つけてたね、どんだけ首痛めてんのって、すごい、あの普段あんまり着ない革ジャンっぽいやつ着てますね、ライダースジャケットみたいなの着させていただきました。はい、続いて、じゃあ O セットに行きましょう。
大セットは、あ、大セットも、あ、大セットも首痛めてますね首痛めてないでしょ。あ、ちょっとなんかアンニュイな表情でソファーに寝そべっている僕がいますね。これあの寝落ちした時の僕だと思ってて、あー、これはいつも家でポケモンやりながら寝落ちする数分前の僕ですね。こんないい、こんないいソファーじゃないですけど、あのニトリのソファーなんですけどね、あの結構リーズナブルなソファーなんですけど、続いて、じゃじゃん、ワイセットでございます。ワイセットは、これはね、ちょっと、あ、これジョイナーのなんだろう、あのパッケージじゃねえな、バーナーとかにもね、だってあの羽根付き帽子を着たつけた写真でございますね。いきますよ。じゃん、おー、これいいね。あんまり今までのね、僕のこのアーティストの活動でこういうちょっとなんだろうな、ちょっと メルヘンっていうとあれだけど、セカオワ的な雰囲気っていうんですか、あんまり来たことないんで、これ楽しかったですけどね。この羽がね、もうほんと死ぬほど落ちるんですよ。もう何回落ちたの、もう、ね、30回ぐらい落ちたと思うんですけどで道に落ちると本当にもう鳥の羽落ちてるみたいな感じになってね、それこうやって拾ってまたつけてっていうね、道行く人たちになんだあいつ鳥の道に落ちてた鳥の羽を拾って頭につけたぞみたいな感じで、いろいろ見られてたんですけどね、ちょっとグッと恥ずかしさっていうのを抑えて撮った写真でございますので、ぜひ皆さんにもね、お手に入っていただきたいですね。はい、まあその他にもですね、今見せた写真以外にも入ってて、1セット4セット4枚なんで、まあ3セットで12枚のブロマイドございますので、そちらも気になる方はぜひ買ってその写真を確かめてみてください。そして、こちら先ほど、サインをね、書かせていただいておりまして、ここにありますね。あ、そっちあります。先ほどまでねサインを書かせていただいてたんですけれども、こちらはですね、あれですね、パンフレット付きのチケットでしたっけ、あ、ペンライト付きか、ペンライト付きのチケットをね買っていただいた方に直筆サイン入りのこちらね、これなんていうの、何カード、ブロマイドカード、ポストカード、あ、ポストカード、ポストカードでございます。また羽ついてますね。これサイン書かせていただきました。これ裏いっぱい書けますよ、ポストカードいっぱい書けるんで、これお手紙としてもね使えると思うので、いいと思いますね。これも同じ日にね、これ羽つき帽子で撮ったんですけど、本当にね、街中というかスタジオとかじゃなくて、ロケして外で撮ったんでね、もう本当に何だろう、自然の中というか街の中で、普段の僕は歩いてる街とか、何気なく歩いてる街をね、この格好でこう写真撮るとなんかすごいスタジオで撮ったみたいな、それっぽい感じになって、かなりお気に入りの写真なんで、はい、こちらもね、ぜひ皆さんゲットしてみてください。はい、ということで以上が、明日、物販で、売られるグッズとなりますね。はい、ということで、もうざっと紹介したんですけれども、まあ残すところあともう数時間ですね。明日18時からなんで、まあ約21、2時間後、22時、今何時、今4時とかですね、23時間も切ってる感じかね。後には、僕はステージの上で、歌ってると思うんだけど、もう今回はまず何よりこうテンションがね、序盤からこうバーンってぶち上がると思うんで、皆さんぜひね、もう序盤から全力でついてきていただきたいと思いますね。ライブのリハをもう昨日もだし今日もやってるんですけど、もうバンドのやっぱ迫力ってすごくて、まあ、スタジオの中でやってるんですけど、もう生音でバンドのサウンド聞いてるから、もう耳がね今
ちょっと若干ドラムの音とかでね、ホワーンってなってるんですよね。それぐらい結構あのバンドの生の音ってすごいと思うんで、あの配信でね見られる方はあのご自身でね、あの自分の見てるスマホとかパソコンとかテレビの音量下げれると思うんですけど、あの現地に来られる方ね、あの結構まあ行って慣れてる方はねそんなにびっくりしないと思うんですけど、そういう生バンドのライブ初めての方とかは結構圧がねすごいんで、結構最初びっくりするかもしれないですね。ベース音とかなんだろう、こう心臓に来る感じ、心臓とかこう内臓にこうドゥ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 ってこう来る感じなんで、なんかね、そのなんか心構えみたいな、重低音ドラムとベースとかの音がこうなんか内臓に響き渡ってくるぞみたいな、心構えはねしてみた方がいいかもしれないですね。であとジョイナーを楽しむコツとしては、まあ、ジョイナーっていうタイトルにも込めたんですけど もうやはりこう参加してくれる人みんなで、もうとにかくみんなで楽しい空間作ろうよっていう、待ちに待ったライブだからっていう、そういうコンセプトがあるんで、こう、まあ、曲によってはねしっかり聴いてこうしっとり聴いて、あのいい曲だなってなるパートもあると思うんですけども、やっぱこうペンライトとか、あとは手拍子とか拍手とか、あともう何もなくて もう 手でもうこういうのでもいいですけど、もうとにかくなんか体全体でなんかこう心の中でね一緒に口ずさんでくれたりとか、なんかそういう一緒になってこうライブをみんなで楽しみたいなっていうのがあるん で僕自身も明日一番楽しもうと、まあ、ジョイントの時もねすごい楽しくて、だったんですけど、やっぱ配信ライブで、あのなんだろうな、あの時はもう配信で皆さんにお届けするっていうコンセプトだったんで、まあそのなんかかっこよさ重視というか、こう絵のね、あの時なんか上から蛍光灯かっこいいのこういっぱいぶら下げたりとかしてて、なんかこうかっこいい絵を作るカメラとかも、今顔すごい抜かれてるからちょっとカメラ目線送ろうとかね、なんかそういうかっこいい絵作りをするみたいな意識はあったんですけど、まあ、明日はもうとにかく楽しもうと、もうバカにバカになって、ノリノリでいこうという気持ちもありますし、まあ、あとしっとりしたいい曲はちゃんとしっかり気持ちを込めて歌おうと、もう魂勝負ですね明日は、ね、ソウル2ソウル魂ってことで、そういうコンセプトでやりたいと思っております。いやーどうみんなちょっとコメントを見ましょう、コンセプトからドストライスこれドストライクの間違いですよね、これ。あのドストライスはちょっとあの小刀と米になっちゃうから、ドスってしかもそう言い方あんま言わないのよ、あれをドスとは、なんか南の帝王とかね、そっちの系の漫画の新宿スワンとかのそっちの言い方がドスはね、ライスドストライスめちゃくちゃ面白いな、ドストライス明日行っちゃいそうだな、みんなみんなドストライスみたいないや面白いですね。あ、今から夜行で向かいます、 ありがとうございます、お気をつけて。そっか、夜行バスか、僕夜行バス乗ったことないんですよね。夜行バスちょっと乗ってみたら憧れがあるんですよね。なんか結構夜行バス乗った人に聞くと、まあまあなんか隣が人がすごいいびきとか書くと地獄らしいんですけど、なんか割とこう深夜の高速バスでこうなんか眠れずにこうはーってこう高速道路流れる景色をこうなんだかこうバスの中で見るのとかね、すごいエモくていいよみたいな、お気に入りの曲、それこそね僕の曲を聴いていただきながら、アクターズとか聴きながらこう夜行バスに揺られて東京に行くのはなんかちょっと MV 感増すかもしれないですね。お、予定が空いたので当日券迷います。おお、それは神様が開けてくれたのかな、もしかして。当日券なんですけれども、本日、まあ、明けて明日ですねの、24時から、0時00分からですね、購入できますので、まあいろいろねもう体調とかもそうですけども、そのご自身の事情とね相談して明日現地行けそうだぞっていう方は来ていただけた、本当助かります。やっぱこうより一人でも多くの人にこう目の前に届けたいっていうのがあるんでね、でもあの配信チケットもねまだまだ買えますので、
ね、やっぱこの明日ね配信カメラもしっかり僕ちゃんと見える位置にであそこですよっていうのが分かるところに置いてもらって、もうライブ中ももちろんその配信のカメラにもねいろいろ投げかけることが多いと思うんでね、お家でも楽しんでいただけるライブにはなっておりますので、まあ当日券買って現地に来るのもよし、配信で家から家とかね職場とか会社のトイレとかでこっそりこう楽しむのもよしという、そういったかゆいところに手が届くもうね全方位しっかり楽しむことができるライブになっておりますのでご安心してください。そう、もう明日なんですよ。配信で見させていただきます。 ありがとうございます、もう配信チケット買ってきました、ありがとうございます。あ、ペンライトの色、曲ごとのカラーイメージ確かに、聞いてみたいと思ってました。あー、曲ごとあんまりしっかり決まってないんですけど、なんだろうな、まあでもスカーレットはやっぱ赤っぽいイメージですよね、やっぱスカーレットだからスカーレットは赤っぽいイメージかな。で、なんだろうな、他曲のイメージ、なんかジョイはなんか黄色っぽいイメージかな。まあアルバム、その時発売したアルバムのコンセプトカラーがねあれですけど、まあ今ここで言ってる曲は明日やるかどうか分かんないですけどここで言ってるのに明日やらないっていうパターンがねありますね。あとなんだろうな、アップデイズとかもやっぱちょっとアップデイズ黄色の、あ、赤か、アップデイズはなんかアゲアゲだから赤のイメージあるし、まあ、他でも全体的に僕暖色、寒色のイメージ多いかな、やっぱ自分が紫が好きだから。あとなんだろうな、は、あ、犬猫はなんかオレンジっぽいイメージかな、ちょっとセピアっぽい、でもセピアオレンジみたいな感じかな。でももう皆さんいいんですよ、あ、でも明日はじゃあこれしよう、もう思い思いのこの曲この色やって思うのを現地来られる方は、まあ配信でもね画面の前でもいいんですけど振ってください。で明日、現地で見てその一番多かった色をその曲のカラーにします多数決でもやっぱその曲から受けるインスピレーションで想像する色ってなんかみんな共通すると思うんですよね、なんとなくやっぱりね。なんでやっぱこうより多くの人がこの曲この色っぽいなって思って振ったのがきっとなんか僕とも多分シンクロすると思うんで、なんで明日はもうこの曲はこの色だって思う曲を色をペンライトをね振っていただければいいんじゃないかなと思いますね。はい、スカーレットの時いるかな、なんかその全然違う私は青やみたいな、スカーレットは私のイメージは青なんやみたいな、そういう人も大歓迎です。そういう人ももう大歓迎ですよ、やっぱその感じ方っていうのは人それぞれだし、やっぱそれぞれね十人十色ですからやっぱね、そういうのもなんかそういう楽しみもあるんですよね、やっぱライブってなんかこう聞いてくださる人によってやっぱ曲の受け取り方とか感じ方とかが違うから、例えばなんか同じ曲でもすごいこう乗りながら聴く人もいれば、こうなんかこう自分と重なるところがあってうーんってなんか聴く人もいると思うし、なんかそういうのをなんかステージの上から見たりとか、あとコメントとかでこう言ってもらうのがすごいなんかライブの楽しみだなって僕は思うので、なんかそういうの僕も見てます、皆さん、僕も皆さんを見てるんでね、なんかこうお互いにこうお互いの挙動を見合いましょうはい、あ、チケットの特典と物販のペンライトって同じですかということなんですけれども、こちらは同じですよね、こちらは同じでございます。なんでチケット、そのペンライト付きの、物販をチケットを買えなかったっていう方はね、これ物販でソロでこれ売ってますので、こちら購入していただければ同じものがついてきますよ。あ、衣装もね、衣装も楽しみにしててください。果たしてこれで出てくるのかっていう、もうこれでもしかしたら覚醒器かもしれないからね、ワンちゃんこう旗持ってこれで旗持って覚醒器で出てくる可能性ありますからね、僕が一発目ね、ジョナゲナイトみたいな感じでこうジョナゲナイトっていう子が出てくる可能性あるんで、
ったんで、新曲、突然の新曲披露っていうパターンありますからね。その辺ももう皆さん覚悟しておいてください。うん、あ、それそうなんですよね。あ、なるほどね。うん。やばいな、これ YouTube で無料で見られるから怒られそうだな。いやいや、まあまあまあ、まあ、でも何があるか分かんないのがライブですからね。うん、暑いですね。うん、歌以外のコーナーもあるのかなと。まあどうでしょうね、それも分かりませんね。あるかもしれないしないかもしれないしっていうことですね。もうライブは全てがもう未定です。僕たちも一応そのセトリとか決めてもうリハやってますけど、あの何が起こるか分かりませんからね、ライブっていうのは。もうそういう生のね、その時生まれる、まあ、ハプニングとかもあるだろうし、ちょっとテンション上がって、こういうことを言いたくなっちゃったとか、こうみんなでバンドのみんなでこういうことやりたくなっちゃったみたいなのも明日生まれるかもしれないし、なんかそれがこうどういうライブになるかっていうのはまだ今の時点ではやっぱ何も決まってないのでね。うん、僕も楽しみでもありやっぱ怖さもまだあるんで、ね、明日どうなるのかなっていうのもう、まあ、今僕にできることはもう喉を休めてしっかり睡眠を取るという、ね、こと以外はもうやれることはやったって感じなんでね。うん、ドキドキですね。うん、お、過去のグッズペンライトを持っていきます。ありがとうございます。過去もね、そうですね、僕ミソの時とかもね、出させていただいてるんでありがとうございます。うん、次回グッズに覚醒器と旗が追加されているみたいな。いやいや、もうセカオワだから、もうそれ、いや別にセカオワさんも多分出してないと思うよ、グッズで覚醒器と旗。あんのかな、わかんないけど。あったらすいません。お、ハロウィンライブのリングライトは使用 OK ですか。あ、去年僕とトキ君でやったハロウィンのリングライトですよね。あ、もうもちろんもちろん、もう縛りとかないですよ。もうジョイナーなんて楽しんだら勝ちなんで、もうみんなそれぞれ思い思いの服装でいいですし、もう楽しむねためにね、一番最適な服装っていうのも思い思いにしていただいて結構ですから。まあなんかこうなんだろう、すごいトゲトゲのやつとかは多分もしかしたら周りの人に当たっちゃったら痛いかもしれないですけど、こうなベジータのやつとか、ね、サイヤ人がつけてるこれとかね、すっごい裾の広いこう10人1人は NG。 これ、あ、これだけ言わせよ、言わせよ、明日10人1人 NG なんで、今決めました。10人1人の人はもしかしたらちょっと入り口で一重にされるかもしれない。11枚剥がされる可能性があるんで、あ、まあまあまあ2かな。10枚剥がします。12人の人は明日入り口で10枚剥がして2にするんで、それだけ分かっていただければ、お願いします。そんぐらいかな。はい、もうあとは楽しむだけですね。はい、今何時だろう。あ、もう30分ぐらいですね。まああんま長々とやってもねあれなんで、じゃあもう30分経つんで、前夜祭この辺りでお別れしたいと思います。本当にマジでもう明日なんですけれども、まあ初めてのライブ、有観客ライブですしね、まあいろいろもうテンションに任せてね、僕もバーってパフォーマンスするんでね、もうしちゃがめちゃがなるかもしれないんですけども、もう皆さんにまず楽しんでいただくっていうのをね、コンセプトにやるんで、もう画面の前のみんなは、配信の皆さんはもう全裸でもいいです。もう全裸でもいいし、パンイチでもいいし、ご近所迷惑にならない程度にね、一緒に歌っていただいてもいいし、で会場に来られる方は本当に、10人1人以外だったら何でもいいし、そう思い思いのねペンライトとかを持って、とにかく楽しめたらいいなと思っております。でもね、楽しむためにはね、やっぱ体調を万全にしたりとかしないといけないと思うんでね、今夜は皆さんもよく寝てね、でもちょっとでもね、ちょっと体調が悪いとか具合悪いっていう方はね、無理せずで大丈夫なんで、配信のアーカイブチケットがね、その後買えるんでね、明日もし万が一具合が体調が悪いよっていう方はね、本当に無理せず、またあと配信のアーカイブでね楽しむこともできますので、楽しんでいただければと思います。
ということで、皆さんジョイナーのみんな、明日は一緒に楽しもうな。それではおやすみなさい。バイバイ。